それではお願いします。それではよろしくお願いいたします。昨日県内において60名の新型コロナウイルス感染者の発生が確認されました。公衆衛生上の観点から感染された方がお住まいの市町村名または都道府県名の内訳を公表いたします。徳島市33名、小松島市3名、阿南市5名、吉野川市1名、美馬市1名、石井町1名、南町1名、松重町4名、北島町4名、藍住町4名、上板町2名、大阪府1名となります。また主な感染経路につきましては濃厚接触者または接触者18名、クラスター関連4名、県外2名となります。その他感染者の年代や主な行動歴、症状の程度等の詳細につきましては記者の皆様のお手元に配布の資料をご参照ください。これを受けまして徳島アラートにかかる指標は次の通りとなります。直近1週間の新規報告者数は8月22日から6日連続過去最多となる385名、感染経路不明割合は 10.4%、 確保病床の使用率は 56.4%、 うち重症者用は 8.0%、療養者数は467名で、こちらは8月25日から3日連続過去最多を更新しております。また PCR 陽性率は 9.3% となります。続きまして過去に発生したクラスターについて感染者に動きがありましたのでご説明いたします。まず32例目の飲食店クラスターについてでございます。新たに二次感染1名、三次感染1名、合わせて2名の陽性が確認されました。この2名をクラスターに含めることとしまして陽性者数は全体で39名となりました。次に40例目職場クラスターについても新たに職場の同僚2名の陽性が確認されました。この2名をクラスターに含めることとし陽性者数は全体で8名となりました。昨日確認された全国の新規感染者数は2万4977名となり、大阪府2830名をはじめとする8府県で過去最多を更新するなど、各地で巻き起こる感染爆発は未だ落ち着く気配を見せておりません。そして本県においても、本日発表の新規感染者数は60名と歴代2番目の多さであり、本県を取り巻く四国他県においても、香川県で96名、愛媛県で54名、高知県で107名と厳しい状況が続いております。一刻も早くこのような事態に改善に向け、引き続き打てる手は全て打つとの強い期待を持ち、施策を推進してまいります。県民の皆様におかれましては、以下の点にご協力をお願いいたします。まず8月に入ってからの飲食店関連の感染状況はこのようになっております。本日発表の新規感染者のうち飲食店関連が8例となり、8月累計で156例、全体の 21.9% を占めております。このような飲食の場での感染拡大を防ぐために、本県からの要請に応じていただいた飲食店において本日から時短営業が始まるところです。施策の趣旨を十分にご理解いただきご協力賜りますようよろしくお願いいたします。現在緊急事態宣言が21都道府県に発出であり、まん延防止等重点措置については12県に適用中となっております。感染拡大地域との往来についてはこれまで以上に慎重にご判断ください。また今後県外からの帰省を予定されている方に対してはご家族から
再度の延期の検討を強く呼びかけてください。やむを得ない場合は、県の帰省前 PCR 検査の受験支援制度を積極的にご活用ください。この制度につきましては、県内在住の大学生、専修学校、各種学校等に在籍している学生の方や、高校生の方が、県外への帰省後に本県に帰県される場合も対象となります。昨日までに全体で8224名のお申し込みをいただいております。早期の感染確認により、ご家族や友人、知人の健康を守ることにもつながります。ぜひともこれらの制度のご利用をお願いいたします。そして、県内企業の皆様におかれては、改めて県外出張を自粛いただき、やむを得ない場合、出張の場合には、県社への PCR 検査の実施をぜひお願いいたします。また、県外からの来訪者についても、テレビ会議の活用等により、受け入れの自粛をお願いいたします。次に、本日の発表の必要でも、家庭内感染が12家族17例確認されております。特に8月18日以降は、県外由来の家庭内感染が連日確認されております。家庭内の感染がさらに職場や学校へ広がり、感染の一層の拡大につながる恐れもあります。ここで家庭内感染の防止について、繰り返しとなりますが、注意喚起させていただきます。感染が疑われる方が家庭内にいらっしゃる場合には、部屋を分ける、お世話は限られた方で行う、全員マスク着用といった対策を行ってください。普段から家庭内においても、特に共有部分の消毒、ゴミは密閉して捨てるといった対策をよろしくお願いいたします。そして少しでも体調に異変が見られた場合には、かかりつけ医や受診相談センターにご相談いただき、早め早め検査をぜひお願いいたします。報告については以上でございます。それでは、関係者から質問させていただきまして、2464例目の訪問の方っていうのは、はい、所属で言うと、国土交通省の四国地方整備局の徳島河川国道事務所というところになります。はい、あとですね、2488例目の医療機関の職員の方というのは、先ほど来るのが、この方の。あ、濃厚接触者の方ですね。はい。はい、この方は医療機関は、この発表のあった病院ですか？別の病院です。別の病院です。はい。申し上げるとすると、こちら、徳島県立三好病院です。あ、三好病院。ということは、三好病院では、その2390例目の方と2488例目の方、お二人が今。2488例目の方だけだと聞いております。出勤されていらっしゃらないということですので、おそらくこの濃厚接触者を通じて感染されたものというふうに考えておりますので、特段の対応必要ないと保健所の方も判断しておりますし、医療機関の方も通常通り営業されているというふうに聞いております。わかりました。はい、あとですね、感染経路不明の割合と若干増えてきてるんで、なんか参加中も割とこれ出ると思うんですけども、はい、これ特に何かやっぱり、まあ、人数が増えてきてなかなか調査も追いつかない部分なのか、それとも感染経路不明が増えていくのかなというのがこちらなんでしょうか。もちろん人数はとても多いという状況ではあるんですが、特に本日の場合は民間の医療機関から
上がってきた例というのは非常に多くて、県の方ではいわゆる濃厚接触者等で判明したのが16例に対して、医療機関等から上がってきたものがですね、44例となっております。で、このため、どうしても多分午後や夕方から検査が入ったりしたと思うので、判明した時点が深夜であったり、夜遅くなっていた環境もありまして、さすがに軽症といっても熱があったりする方が多いものですから、体調のことを考えて翌日検査を積極的疫学調査を始めると、どうしても現時点ではまだ調査中という状態になっていることになっております。その点、すみません、この発表段階でございますので、情報がまだこちらの方に来てなくて、ちょっと発表には至っていないんですが、最終的に感染経路不明になるというわけではなくて、大体は判明することが多いというふうに現時点ではなっております。はい、あと、今回自宅健康観察者数が74人となっていますけれども、この74人の方は、入る場所がなくてというのではなくて、ご都合でというような。そうですね、本日に至っては13名の方が、自宅健康観察を希望されてなっているというふうに聞いておりますが、ほとんどはその、やはり家族の方というのが多かったり、あとは、それぞれこう体調等の、あまり詳細なことは特定につながるので言えませんけれども、体調等の個人的なご事情で難しいということで希望されて自宅健康観察になられているというふうになっております。読売新聞です。一点だけちょっとお伺いします。PCR 陽性率が 9.3% で、ステージ4の 10% に近づきつつあるんですけれども、例えば検査数が追いついてないとかですね、そういった可能性も考えられているんですが、現状はどういったご状況なんでしょうか。そうですね、現時点では比較的10% に近づいているということで、感染がもともと数が多いものですから、どうしても 10% 近くにはなるんですが、追いついていないということではない状態になっております。我々としてその当時に検査しなきゃいけないものを例えば 2,3 日遅らせるとか、そういったことをする必要性まではまだ感じておりませんし、そういった状態にはなってないと聞いておりますので、ただおっしゃっていただいたように非常に大切な必要でありますし、感染がやはり多い傾向にあるからこういうふうになっているんだと思いますので、我々としても今後気をつけていって検査が追いつかないというような状況が発生しないようによく気をつけていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。各社さんお願いします。すみません、1点だけちょっと私の発表事項で間違っていた点があってですね、訂正させていただいてもよろしいでしょうか。感染された方がお住まいの市町村名のところでですね、美馬市1名となっていたんですが、そちら美馬市1名ではなくて、こちら美馬市の方はいらっしゃらずに大阪府の方が2名ということでございました。すみません、その点は訂正させていただきます。はい、各社からお願いします。朝日新聞の斉藤です。小学生、中学生、高校生の感染者が複数いますが、今のところ分散登校とか時差登校が適用されている学校などあるんでしょうか。まずは分散登校とか時差登校が適用されている学校は現時点ではないですけれども、2472例目の方がいていらっしゃる中学校については臨時休業という形になっております。で、2487例目ですね、こちらの方と2478例目、2492例目お二人の登校の方、こちらについては、立ち入り禁止ということになっております。この以上4名の方は感染可能期間中に登校していることが確認されておりますので、現時点で特段の措置が取られているのはその4名の方ということになります。なお学校は皆さん別々の学校になります。分散不登校等という形にはなっておりません。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、まあね、部長、2492は高校生どうしてますか。そうですね、2492の方、高校生。一覧では捜査中となっているんですけども、はい、この方は高校生で、はい、高校生で、高校の方からその話を、すいません、教育委員会の方から通知があったのですから、今申し上げているんですが、保健所の方ではまだそこまで確認が取れていないという状況になっております。今回の調査中になっているところで、その後分かっているところはありますか。すみません、今のところ手元で他に分かっている方はいらっしゃいないので、大変申し訳ありません。先ほど調査中の方が多いという、感染経路調査中の方が多いという話があったので、はい、ですけども、昨日と比べても10人ぐらい多い、36大半の方が調査中となっていると思うんですけれども、はい、要するにその行政検査の対象外で、民間で自主的に受けられている方なのかなと思うんですけれども、はい、今日はそうだったということで、ということはその、囲い込めてない方が多数感染されているっていう状況になっているんでしょうか。そこはちょっとまだ現時点では分かっておりませんけれども、体調不良を感じられて早めに入っていただいた方の検査結果がたまたま今日多かったのか、それとも囲い込めてないのか、ちょっとすみません、まだ積極的疫学調査が終わってませんので、そういうことは申し上げづらいところでございます。はい、今日本日調査中となっている方については、皆さん民間の医療機関でということなんでしょうか。そうですね、はい、そういうふうに聞いております。もう一つ、40例目のクラスターについてなんですけれども、はい、2443の方は会社員ということになっているんですが、はい、職場の同僚なんですか。こちらの職場に民間から出向されている方という、私もその河川国道事務所について詳しくはないのでわからないんですが、どうもその民間から出向をかなり受け入れて授業をしていらっしゃるということですので、その出向の方のお一人だということが今のところ我々のところで聞いております。はい、収集なんです。そこは三好病院の話なんですけども、はいはい、感染可能期間中にご出勤はされてないということだったんですが、はい、そうしますと病院の関係者の方で、はい、濃厚接触者検査が必要な方はいらっしゃらないということで。そうですね、濃厚接触者、接触者等はいらっしゃらないというふうに聞いております。最初も結構増えている状況ではございますので、その状況を見ながらということにはなりますが、おっしゃっていただいているように非常に感染されて、しかも比較的軽症無症状の方で宿泊療養に適している方というのが増えている状況ではございますので、できるだけ多くの方が入れるように工夫していきたいというふうに考えております。ただ現時点で29日を前倒しするといったようなことまでは考えていないところでございます。すみません。
ちょっと改めて確認なんですが、今はあの、まあ、療養施設であるとか入院の場所から対、まあ、対処というか退院する時の、まあ、基準というのは、あの、まあ、ついに前に決まったその症状が収まってから10日でしたっけ、そうっていう基準で今も運用されているという、はい、そうですね、はい、その基準については変えておりませんし、はい、あの最終的に対処するにあたってはその医師の方に確認していただきながら言っているので、その点について早めに無理やり対処していただくというのが、あのちょっとさすがにあのできてないなと、うん、今のところはそういうことをせずに少しあのどちらかというと稼働率というのではないですが、部屋の数を増やす形で対応していきたいというふうに考えております。はい、福祉施設の関連で、あの旧海軍病院も、はい、今使っていると思うんですけども、はい、まあ、ちょっとその県東部、まあ、北部の方々が行くにもなくと、あのいろんなリスクがあるというようなことを、はい、第4課の時におっしゃってたんですけども、はい、基本的に海軍病院、あの旧海軍病院は、はい、あの海軍から退院された方、あの、はい、があの病院のために入ったりされていると、基本的にあの県南部の感染者の方々のために今活動しているというのではないでしょうか。はい、あの現時点ではそういう運用になっている。すいません、全員が全員そうかと言われると私もすいません、そこまで確認していなかったのであれですが、やはり移動距離がかなりありますので県南部の方中心になっているというふうに聞いておりますし、その例えば西部の方をそのまま宿泊療養施設に来ていただくというような、あの旧海軍の宿泊療養施設に来ていただくというような運用はしていないというふうには思っておりますが、その点申し訳ありません、今現時点であの全員がそうなっているかどうかはちょっと確認しておりませんので、その点についてはあの事務方に後で聞いていただければと思います。大丈夫ですか。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございます。